嘘でもいい夢を見させて。真夜中響き渡る、はい、こんばんは、樋口舞です。今日もムジカドレで始まりました。すいません、ちょっと10分15分押してしまって、申し訳ないです。今日も見てくださってありがとうございます。まずは私の曲、樋口舞と天井さじきアンサンブルで悲しみのパレードを聴いてください。ガラスの心が鳴ってる、手を伸ばし届かぬ思いさえ、ジャズの調べに乗せて、いつかの傷跡と面影浮かぶ、誰にも知られずに伝う涙が明日のリズムになる。甘い夢を見て悲しみのパレードは続く、尽きることない喜びを歌い、はい、今日も見てくださってありがとうございます。もうね、すでに、西田さんコンコンとか来てくれたりしてて、お待たせいたしました。私先週ちょっと話したんですけど、今制作期間に入ってまして、でとある映画のエンディングテーマを作っていてですね、やっとそれがなんとか形になって、これからアレンジして仮歌を入れて、でその映画の、出演してる、方が歌うっていうことで、ちょっとずつ完成してきてます。いつもね、自分が歌う歌を自分で作ってるんですけど、人が歌う歌なので、なんかキーとかね、あとこう歌ちょっとここ難しすぎるかなとか、なんかそういうことを考えながら作るのがすごい楽しくて勉強になりました。また詳細が決まったらお知らせしますので、楽しみにしていてください。はい、で今日も YouTube ライブでお届けしてます。でまだちょっと慣れてないかもしれないんですが、まずですね、 YouTube の横にですね、コメントがバーって出てくるようになってるんですけど、これはどうやってやるかっていうと、まず、Google アカウントでログインをしていただいて、そうすると書き込めます。それから Google アカウントを持っていない方は Twitter の方でですね、ハッシュタグのシャープですね、スタジオレダ、レダは、R ではなく L です、はい、でっていうふうにつけていただければ反映されますので、はい、今もう来てるかな、あ、来てますね。さっきね、スタジオレダの水谷さんが町田さんは薬好きかっこ笑いってつぶやいたら、のんのんちさんが危ない人ですかかっこ笑いこういう感じでつぶやいてくれてますので、皆さんたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。ということで、今日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲストは町田直隆さんです。まずはライブの方を、聞いてください。それではお願いします。蒸し暑いデパートの倉庫、次から次へと運ばれてくる段ボールを汗だくで積み上げる手際の悪い中年の男、若い社員にガンガン怒鳴られ、それでも下打ち一つもせずに必死で働いている。話を聞けばあの男、昔はピアノで食っていて、ウィンだかドイツだかで暮らしていたこともあるんだって、それが今じゃこんなとこで働いて落ちぶれたもんさ。
でもまだ夢を捨てきれずにいつかまたあの場所に戻る気でいるらしい。それを無様だと思うか、それともかっこいいと思うか、それは人それぞれ選んできた道の上に答えがある。意味がないものほど意味があり、価値がないものほど価値がある。そんな生き方も悪くはないさ、君は一体どう思う？スイッチイン。鹿児島からひたすら電車を乗り継いでこの街にたどり着いた。ここで人生をやり直すんだ、家で同然の状況だった。親父はいつも暴力を振るい、母親は中学の頃出て行った。彼は小さい頃のトラウマのせいで猜疑心の塊になった。仕事を変えても変えてもうまく周りに溶け込めず、でも高卒なりに頭を使い働いてきた。だけど現実は甘くなく、彼は未だ36歳のフリーター。でもまだ絶対に地元には帰るまいと今日も心に誓うのさ。それをかわいそうだと思うか、それともなんてタフだと思うか、それは人それぞれ選んでゆく道の上に答えがある。意味がないものほど意味があり、価値がないものほど価値がある。そんな生き方も悪くはないさ、君は一体どう思う？スイッチを今夜あの夢に少しだけ近づいたんだ。もしそれに触れられなくても今はそれが嬉しいのさ。大切なものは全部この胸の奥にだけあるんだよ。それを知ってれば人は誰でも自由になれるんだろう。スイッチイン、スイッチイン。ありがとうございます。今日は無事から出たという番組に呼んでいただきありがとうございます。短い時間ですけども、心を込めて精一杯歌って、苦手なトークを頑張りたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。僕らの不吉祥で強がりなヒーロー、魔法の言葉で夜明けまで語った恋人、日暮れ伸びる影で小さな勇者たち、星空の下でかき鳴らした流星のファーファーあれ、振り向かないでうつむかよ。目を閉じればいつかのあの道を照らす光が見えるだろう。本当のこと
からなくたっていいんだよ。ただ僕は君の心が知りたい。ただ僕は君の心が知りたいだけ。あの日もこれからも進む嵐の中、手をつないで笑っていた。落ちていくことも君となら怖くはなかった本当だよ。振り向かないで、うつむかないでいいんだよ。目を閉じればいつかのあの道を照らす光が見えるだろう。本当のことはもうわからなくたっていいんだよ。ただ僕は君の心が知りたい。ただ僕は君の心が知りたかっただけ。あの日もそして今も窓を開ければ夏の匂いがするよ。君に届くかな。もう決して戻ることない。日々をたたえるこの歌が本当のことはもうただ僕は君の心が知りたい。ただ僕は君の心が知りたいだけ。あの日もこれからも では、こちらの、席の方にいらっしゃってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それでは改めて紹介したいと思います。本日のゲストは町田直孝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。町田さんはですね、実は私、あの歌姫楽団時代にですね、あの対バンしてましてね。そうですね。僕が前やってた、はい、バンジーナープレスティバルってバンドで、はい、貴重にスターパインズカフェで。はい。一緒にやりましたね。そうなんですよ。スタパでですね共演して、それ以来も久しぶりにお会いして、久しぶりにあの町田さんの歌を聴かせていただいたんですけど、あ、なんかすごい思い出しました、当時のこと。あ、マジですか。そう、なんか町田さんのいいところってなんか本当全身全霊歌うんですよね。そこになんか多分皆さん心打たれるんじゃないかなっていうふうに、あの改めて
感じました今日は。そうですね、はい、自分不器用なもんで高倉健みたいなはい、ではですね、町田さんのプロフィールもまず紹介させていただきたいと思います、はい、通称武蔵野のジャックナイフ、1978年12月25日生まれ。あ、クリスマスに生まれたんですね。そうですね。おお、素敵だ。つい先日誕生日でした、うん、あ、おめでとうございます。ありがとうございます東京都練馬区出身、1997年よりバンジージャンプフェスティバルのボーカルギターとしてキャリアをスタート。2002年トイズファクトリーよりメジャーデビュー、2005年に解散後はソロシンガーとして活動中。都内を中心に年間100本ほどのライブ活動と定期的な音源制作を行っている。吉祥寺をはじめ中央線沿線の街をこよなく愛し、歌詞にも中央線の街が出てくることも多い。最も尊敬するミュージシャンはクラッシュのジョーストラマー。好きなものは昆虫や小動物とバイク。またソロ活動と並行してワールドジャンク、モークスという2つのバンドのメンバーとしても活動中、はい、ということでございます。はい、その通りです。はい、今はじゃあソロで、そうですね、頑張ってらっしゃるんですね。まあそのライブを一番やってるのはやっぱソロが一番多いですね、はい、まあ単純にフットワークが軽いんで、うん、そうですよね、やりやすいですもんね、うん、だソロのライブがだいたい年間60、70本ぐらいはやってるのかな、うん、あ、すごいですね、うん、どういうところでライブしてるんですか。いや、もうなんかもう呼ばれるところでやってる感じですね、うんうん、あ、全部、まあ、基本的にはやっぱそのライブハウスでやることが多いんですが、うんうんうん、まあその地方とかだと、まあ、ライブハウスがなければ、はい、まあ、カフェだったりとか、まあ一人だったらね、どこでもできますもんね。まあどこでも、まあぶっちゃけね、どこでもね、うん、うん、ギターさえあればできちゃうんで、うん、なるほど、はい。それで町田さんですね、慕われてますね、いろんな人から紹介文が届いているので、はい、せっかくなので紹介していきたいと思います。誰から行こうかなということなんですが、はい、まずゴーイングアンダーグラウンドのボーカル松本壮さんから、はい、何年か前に町田くんのライブを見たことがあった。随分泥臭い音楽やってんなと思ったと同時に、全力で歌う彼の姿にやたら感動したのを覚えている。アルバム聴いて全部分かった、これだったんだね、町田くんが求めていた音楽は最高じゃん。素晴らしいですね。嬉しいですね。はい、そして、うん、ロストインタイムの海北大輔さんから、裸の音、裸の声、裸の歌、右肩上がりの世界なんて経験したことのない僕らの世代が描く未来、そこに彼の歌声はなくてはならない存在だと思う。夢も情熱も矛盾も後悔も憤りも全部乗せて高らかに歌い続けてくれ。なんかこの紹介文がもう歌みたいだよね。いや、そう、確かに、うん、なんかすごい素敵です。すごいキュン、まあ、グッときたな。グッときますね。これ歌にした方がいいんじゃないかな。確かに私も読みながらすごいグッときてしまいましたけど、うん、はい、すいません。はい、そして次が寺岡呼人さん、はい、僕が出会った本当にすごいと思うミュージシャンは数少ない。その数少ない中で本当にすごいと思った一人が町田くんだ。今回のアルバムでは彼はまた年齢という武器を手に入れたように思う。未来という曲はその序章だ。今後の町田くんに大いに期待を込めて。素敵ですね。嬉しいですね。もう横田さんはあの結構、はい、まあ、人生の恩師っていうか。あ、そうなんですね。結構その、まあ、この、まあ、音楽続けてて結構その、うん、行き詰まったりとかするときに、うん、まあ、すごいいいアドバイスをくれたりした方なんで。あ、いい方なんですね。まあ、なんか素晴らしい方です。テレビとかで拝見しててもそういう感じは出てますけどね、うん、はい、なるほど。そして、石田正吉さんから、はい、町田イズバック、初めて町田に出会った11年前、唐突なほどの青さをまとった劇場に衝撃を受け、涙しながら身も心も震わせながら聞いた。あの頃の町田サウンドがこの2011年に帰ってきた。あっちこっち歩いて旅してぶつかって傷ついて泣いて笑って立ち止まったりまた走ったり、そして一回りしてまたここにいる自分に気がついたんだね。おかえり町田、待ってたぜ。嬉しいですね、はい、なんかどのコメントも。そう、石田さん、はい、今のコメントくれて、石田さんは、はい、まあ、僕がバンジージャンプフェスティバルっていうバンドやってた時のプロデューサーの方で、はい、あ、そうなんですね。もうこの方も、うん、いなければ今の自分はいないっていうぐらいの。そうですよね、本社の方で。あらら、はい、嬉しいですね、はい。
こんな感じでたくさんいただいているんですけれども、さらにですね、はい、レダに、このムジカダレダにですね、先日出演してくださった、はい、メンテナンス13の有坂さんからも、有坂くん、はい、コメントが来ておりますので、嬉しいですね、紹介したいと思います。そう、彼はなんかすごい慕ってるみたいでした。いや、はい、なんかね、恐縮ですね、うん、いい先輩なんだなと思いながら心温まりましたけども、はい、紹介させていただきます。町田直隆様、ご無沙汰しております。昨年はリリースに伴いコメントをいただきまして本当に感謝しております。ありがとうございました。最初に出会ったのもこのスタジオレダでしたね。当初はバンジーの町田さんとは思ってもみなく気さくで、わけ隔てなく誰にでも優しく接してくださる方ですから、後々お話を聞いているうちにとんでもない重鎮だと発覚しました。重鎮重鎮じゃねえな。ワンマンライブを拝見させていただいた時、自分の一部として吐き出している音楽は鳥肌が立つほどに揺さぶられる音で、今でもその感覚は鮮明に覚えております。僕らなんかよりもずっと長く音楽というカテゴリーを真に持ち、その中で酸いも甘いも経験していて、音楽の素晴らしさを、あるいは作者にしかわからない怖さもしっかり受け入れて自分の音楽の糧にしている町田さんを本当に尊敬しています。この先も貫き通す先輩を後輩として一ファンとして敬意を込めて応援しております。メンテナンス13有坂、通称、あ、追伸、今年はいい加減ラーメンまたは昆虫採集を狙っていや、なんかすごい、これもちょっとグッときますね。そうですね、すごい嬉しいですね。ちょっと今私も、うるっときちゃいました。まあ、なんか結構その、まあ、彼とは割とその真面目な話っていうかは、はい、まあ、バカな話をすることが多くて、うんうん、で、まあ、心の中でこういうこと思ってくれたのかと思うと、なんか結構グッときましたね、うん、嬉しいですね。嬉しいですね、ありがとうございます。有坂くん、ありがとうあ、そう、昆虫採集って、そうそう、ここに電話が、はい、そう、夏ぐらいに電話があって、町田さん、昆虫採集行きませんかみたいな、あったんですよ。なんかそういえば、あのメンテナンスアーティーの2人が来てくれた時も、はい、2人でカブトムシを取りに行くって言ってたんですよ ね、好きなんですよね、彼らも。あ、そうなんですね。で、なんかツイッターで彼らがそのヒメカマキリっていう、はい、まあ、ちっちゃいカマキリをね、はい、その写真でアップしてて、うん、それに俺はすごい猛烈反応したで、そっからなんかこう、町田さん昆虫いける派ですかみたいな感じなるほど、あ、町田さんもじゃあ昆虫が大好きなんですね。まあ僕も昆虫大好きですね。はい、じゃあ、あの、そう、今日ね、町田さんは、あの、町田さんといえばロックンロールですが、そのことはまあいろいろね、今までもなんかインタビューとかいろいろ聞かれてると思うので、はい、なんかその音楽以外の話もちょっと聞きたいなと思いまして、はい、その昆虫についてお話しください、はい、嘘です、ごめんなさい、 いや、なんで昆虫好きなんですか。いや、なんですかね、そのフォルムですかね。フォルム、その、まあ、僕すごいちっちゃい時にロボットが好きで、ちょっと順番が分かんないですけど、もしかしたら、うん、あの、昆虫が好きだからロボット好きになったのか、ロボットが好きだから昆虫になったのか分かんないですけど、やっぱフォルムがなんかこう、やっぱり地球上のものと思えないフォルムじゃないですか。はい、はいはい、そうですね、ロボットっぽいというか、ロボットっぽい、うんうん、分かります、うん、で、なんかこう動物なんだけどあんまり温度を感じない、うん、まあ実際温度ないんですけど、うん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 、なんかその姿にキュンときたっていうか、うん、なるほど、ね、光沢がある虫がやっぱり好きですね。あなんかまじ、なんかメタリックな、男の子ってやっぱメタリックなもの好きだと思うんですよね。好きなんですね、きっとね。そのやっぱ最初に、うん、そのカナブンっていう虫がいて、うんうん、カナブンを見た時のなんか衝撃、衝撃こんなメタリックなものが普通になんかシャカシャカ動いてて、ブーンとか飛んでみたいな。でもなんかそれが小さなロボットであってもわからないですね。いや、ほんとね、あれは、あの、まあ、昆虫ってエイリアン説があるんですけど、あ、そうなんですか、地球が生物だっていう説が、まあ、あるんですけど、まあ、あながちなんかね、そう信じたくなるよなっていう。そうですね、どういう進化をたどって昆虫って生まれたのかなってね、あ、気になってきました、うん、私もなんかそういう風に聞いてたらそういう風な目で 見てしまうかもしれないです。そうなんですよ、面白いですよ。面白いですね。で、まあ、うん、やっぱりその哺乳類とか、あの、うん、なんですか、爬虫類とかを完全に鹿とした進化の仕方を、鹿とした、あ、そうなんですねそういうのもなんかいいし、あ、じゃあぜひ、あの、有坂さんと
中最終に3人で、ね、行ってるところをこうムジカダレダで生中継しましょう。じゃちょっと来年の夏のその、はい、あ今年か今年の夏のスペシャルみたいな感じ、はい、スペシャル、あそうですね、昆虫最終スペシャル、あの井の頭公園にいいですね、うん、あ夏休みスペシャルってやってて、去年流しそうめんだったんですよ。じゃあ今年は昆虫採集いきましょうか。あとまあ僕ね、あの割とその心霊体験をいっぱいしてるんで、あららあ、それはちょっと私の得意分野です。あ、まいですか。はい、ね、真夏の夜の怪談話みたいなのもね、あら、あれか、得意だもんね。私はちょっとそっちの道の人なん で、 そ、はい、僕ね、そのすごい怖い目に遭ってるんだけど、はい、それを伝える話術がない。ちょっとそれをね、磨かなきゃいけないです。なるほどね、はい、ちょっと脱線しちゃいました、ね、それもちょっとやりましょう、はい、私、稲川淳二さんの怪談マット出てるんですよ。マジですか。はい、そうなんですよ。ガチじゃないですか。そう、あの2006年から毎年出させていただいて、そう間近でいつもその稲川さんの歌を、あ、歌じゃない、あのトークを聞いて、あのちょっとね、あの私は全然喋れないんですけど、うん、私も好きなんで、はい、ぜひやりましょう。やりましょう、はい、階段も、はい、もうすごい自由に言ってますから、ね。はい、でですね、その昆虫好きの町田さんは猫も好きなんですか。猫好きですね。飼ってる、うん、あの実家で飼ってます。へー、うん、私も猫飼ってて、うん、今いやなんかね、やっぱいいっすよね。いいですよね、うん、もう気のつけどころがないっていうか、生物として。あ、確かにそうですよね、うん、いや可愛くない部分がないじゃないですか。ないですね、うん、いや、うん、まじまじと見てみても、うん、なんかどことっても可愛くない部分がない、うん、唯一シートあげるんだとしたら舌が結構ザラザラしてて、確かによく見ると気持ちが悪いぐらいで、確かに、あそうですね、舌はすごいザラザラしてますよ ね、 そうですね、あれ以外は本当可愛くない要素がない。そうですね、もう見た目、鳴き声、性格、うん、うん、ご実家の猫ちゃんは女の子ですか男の子ですか。まあ元々4匹いて、うちまあ2匹ちょっとまあ高齢で死んじゃったんですけど、はい、ね、うん、今はオスメス1匹ずついますね。本当ですか。私実家がメスなんですよ。で今自分の家で飼ってる子が男の子2人いるんですけど、2匹、あのびっくりしたんですけど、メスの方がすごいツンデレなんですね。でオスはすっごい甘えん坊なんです。オス甘えん坊ですね。びっくりして、私もっと攻撃的なのかと思ったら、もう常にストーカー状態。多分その虚勢してますか。あ、はい、虚勢しないままだったら、あ、そう、結構ね野蛮だと思うんですよ。あ、なるほどね。虚勢し、うちの猫も虚勢した瞬間からなんかもう、うん、穏やかに、うん、ふぬけになりやがって、まあ、それはそれですごい可愛いんですけど。可愛いですよね、すっごい甘えん坊で。へえ、そっか、なるほど。で、町田さんはさっきプロフィールにもありましたけれども、武蔵野のジャックナイフなんですか。はいはい、とか言って、まあそうですね、まあそうすれって変ですけど、いやなんかあの武蔵野近辺はすごいもう庭のような。そうですね、吉祥寺なんかもホームですよね、きっとね。もうだ、音楽を始めた街がやっぱ吉祥寺っていうか、うん、はい、最初にまあライブやったところも、はい、まあ本当は立川なんですけど、はい、まあ2回目ぐらいからは吉祥寺なんで本当は立川です。なるほど、まあ最初はから吉祥寺でやってる体で、うん、やってる体で。そうですよね、吉祥スターパインズカフェでまあ対バンさせてもらったし、はい、さっきね、あのね、判明したんですけど、あのバンジージャンプフェスティバルの解散ライブがスターパインズカフェらしいですね。そうですね、二姫楽団もスターパインズカフェなんですよ、うんうん、なんかすごい縁を感じてしまうんですが、やっぱ吉祥寺の街っていうのはやっぱ大好きですか。そうですね、いや最近ね、うん、かつての魅力が失われつつあって。あ、そうなんですか、うん、それはどういうところですか。非常に残念ですね。やっぱ独自のやっぱこの街にしかない文化みたいなのが、うん、やっぱりあったのが楽しかったなと、はい、で、まあその、まあ、商店街とかも、はい、結構変な店とか昔あったりとかして、うんうん、最近もう全部そのなんていうんですかね、チェーン店舗系列になっちゃってて、でもなんかバウスシアターがなくなった時になんか俺の中で一つ吉祥寺が、うん、一つのピリオドっていう感じになりました、ね、私もあれはショックでした、うんうん、僕ねバウスシアターの最後の、はい、なんか出ましたよね、チラシにコメント書いたんですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、なんか俺なんかよりもよっぽどね縁がある人がいたんじゃないかなと思うんですけど、まあ光栄なことに書かせてもらって嬉しいですね。僕その一番印象深かったのが、はい、そのまあ、
昔付き合ってた女の子と一緒にエヴァンゲリオンを見に行く約束して、はい、それがバウシアターでやったんですけど、はい、見に行く前日に別れちゃって、で翌日一人でエヴァンゲリオンを見に行ったのがすごくなんかね、でまたそのエヴァンゲリオンがすげえ、はい、シビアな内容で、はい、マジその世界滅ぶ的な内容だったんですよ。だから本当もうあのバウシアターから見終わって出た時の本当世界終わったな感が忘れられなくて、そんな思い出があるんですね、へえ。バウスシアターでも私も思い出があるっていうか、あれなんか僕のスイングって映画を見ました。知ってます？いや知らないですね。知らないか。スイングジャズの映画で、うん、下高井戸シネマで見たにもかかわらず、うん、もう一回見たくなって、いやすごいいい映画だったってことですね。いやすごいいい映画でした。いいですよね、あそこの映画館ね。あそこに行くだけでなんかこう、うん、ちょっと気持ちが上がるっていうか。そうですね、なんか独特の、うん、空気でしたね。空気がありますよね。あとすごい僕タバコも吸わないんですけど、はい、あのガンガンタバコ吸えるじゃないですか、あそこテレビで、はいはい、そのねなんかこう、うん、悪いところに来たな感がだからその昔結構ライブハウスって、はい、すっごい柄が悪かったっていうか、もう、そうですね、もう受付の姉ちゃんからして柄悪いんですよ。そうですね、なんか、まあ、感じ悪い、誰見に来たのみたいな感じで、うん、でもうなんか階段とかにタバコ吸ってる怖い兄ちゃんがいて、うん、みたいなか、まあ、今もライブハウスも結構変わっちゃったんですけど、そうですね、その空気を映画館なのにもかかわらず感じさせてくれる、醸し出してた感じがすごい良くて確かにそうですね、今思い出しました。いやそんな最後の書かれたんですね、コメント。そうですね、ありがたいことでしたね。なるほど。他になんか吉祥寺の魅力って何だと思います？魅力はやっぱり公園ですね、井の頭公園ですね。あ、よく行かれるんですか？よく行きますね、うん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 、その他にもやっぱり、まあ、こういう、まあ、文化の中心地みたいな街っていっぱいあると思うんですけど、例えば、はい、まあ、下北だとか、うん、まあ、新宿渋谷だとか、うん、でもなんかの公園があるのってものすごく大きいなと思うんですよね。あ、確かに、うん、なんかその、まあ、吉祥寺でショッピングした後に、はい、公園行ってなんかこうちょっと行こうっていうか、はい、うん、今日買ったものをちょっと公園で、はい、まあ、本だったら本をちょっと読んだりとか、はい、うん、そういうことができる街って、うん、吉祥寺ぐらいしかないんじゃないかなって。確かに、まあ、渋谷とかもまあ代々木公園とかありますけど、やっぱ遠いし、うん、まあ、行こうって感じじゃないんですよね。そうですね、すごいなんかのんびりとその公園で過ごせるっていうか。確かにそれはもう最大の魅力ですよね、うん、そうですね。なるほど。で、ちょっと音楽の話に戻りますけれども、はい、一瞬コメントとか見ます。あ、そうですね、来てくれています、ありがとうございます。来てるかな、コメント。来てます。あ、本当、うん、あ、更新押さなきゃダメなんだね。ちょっとお待ちください。読み込んでいます、読み込んでいます。はい、ツイッターの方に。あ、ツイッターの方か、うん、間違えた、ごめんなさい。 Google も来てます。 Google には仮面ライダーの昆虫やしってコメントが来てますね、うん、あ、本当だ。あ、そうなんですか。今仮面ライダーがおかしいんですよね。なんか仮面ライダードライブっていうやつでそもそもなんかこうライダーでもない車になっちゃってるライダーじゃないんだなんかそういう、そんな感じだったんですか。そういうらしいですよ、そういうシリーズらしいですよ。もうバッタじゃないのか。あ、本当だ、いっぱい来てる。 ありがとうございます。コマショーンさん、かっけー。あ、これは町田さんのライブですね。ショーンさん、町田さん、最高。ありがとうございます。はい、上条さん、いい声だな。美咲さん、今日も素敵です。町田さんの全力な歌が大好きです。おー。ありがとうございます。そして、好みさん、ヒムス大好き、あ、ヒムスっていうんですか。さっきのはヒムスっていう曲なんです。あ、ヒムス、大好きな曲です。はい。そしてですね、うん、虫好きそうに、好きになりそうな気がしてきました。確かにカナブンメタリックです。うん、そうですね。これなんて読むんだろう。深月さんかな。三月さん。あ、三月さん。火の打ち所では、あ、なんか間違えた。あ、猫の話かな、うんうん、舌ザラザラも可愛いと思います。はい、皆さんありがとうございます。引き続きつぶやいてください。はい、それと、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。で、町田さんは、1月22日に、はい、なんとワンマンライブをするということで、はい、やります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これはどんなライブになりそうなんですか。ですね、うん、まあ僕
さっき書いているように、はい、バンジージャンプフェスティバルってバンド昔やってたんですけど、はいはい、そのバンドの、はい、最後のアルバムがちょうど10年前、あ、正確に11年前になっちゃったんですけど、11年前、はい、出てるんですよ、はい、で、そのアルバムから10周年記念みたいな感じで、うん、ちょっとメモリアルなライブをやりたいなと思ってて、うん、でまあその日のライブワンマンは、まあ、久しぶりにバンジージャンプフェスティバルの曲だけのワンマンライブを、おー、うん、レアですね、はい、いやじゃあバンジージャンプフェスティバルからのお客さんっていうのはすっごいもう楽しみにされてるだろうし、そうですね、はい、町田さんソロになってからのお客さんもすごいね、それはそれですごいレアですね、まあなかなか、まあ、やってこなかったんで、うん、まあ楽しむことがきっとできると思います。はい、場所は、横浜 FAD で、はいはい、行われるということなんですが、横浜はちょっと遠いと思うんですけども、そうですね別にそれはいいんですか。いやなんかこう、はい、まあ、単純に横浜 FAD ってライブハウスが、はい、僕すごい好きなんですけども、なんかとあえて東京でやらないのがいいんじゃないかというひねくれた思想が。それはどうしてですか。いやなんかまあ、うん、そこまで来てくれよ的な、うん、なるほどね。東京で、はい、なんか前、はい、この企画前にもやったことあるんですよ。へ、違うアルバムの10周年の時もやってて、うんうん、でその時は東京でやったんですけど、はい、その時に、はい、なんかお客さんから、はい、なんで東京でしかやらないんだみたいな、はい、うん、そういう聞きて、はい、それを思い出して、うん、じゃあ今回は東京以外でやろうやってみようと、うん、なるほど、というのもあって、まあ、うんうん、この今回のワンマンは、はい、まあ、2回目で、はい、まあ、これで終わりなんですけど、1回目は仙台でやって、おー、うん、いや仙台でもワンマン、ワンマンです、ね、すごいですね。へえ。で同じ内容のをやったっていう。そうですね、はい、うん、同じ内容で、うん、なるほど、うん、じゃあ今回は横浜 FAD でも東京ではやらない。東京では、うん、そう20周年になったらやるかもしれないなるほど、なんか町田さんって面白い方ですね。まあ結構ね、天の弱なんですね。天の弱ですね皆さんぜひ横浜まで足を運んで、うん、見に行ってください。1月22日です。はい、そして、町田さんは、はい、今ソロでも、ね、活動されておりますけれども、プロフィールの方にバンドもされているということで、はいはい、ありましたが、モークス、はい、こちら、並行してやってらっしゃるんですね。そうですね、はい、はい、そのソロとバンドの違いっていうのはどういうところにあるんですか。いや、その当初まあその活動を前のバンドを解散してソロ活動を始めるときに、はい、まあ、正直こんなに長い間ソロ活動をすると思わなかったんですよね。おうおう、うん、だからそのバンドを解散したときは、はい、まあ、いろいろ、まあ、バンドをやることに対してやっぱちょっともうしばらくいいかなと思っちゃった部分があって、はいはい、それでまあ気軽っていうかその、まあ、自分のペースでやれるソロ活動を始めたんですけど、はいはい、なんかやっぱやってくると、うん、まあ、僕の音楽キャリアはやっぱりバンドからスタートしてるんで、うん、やっぱバンドがやりたくなってくるんですよね。はい、わかります、うん、だしやっぱバンドやるとしっくりくるっていうか、わかります。うん、なんか本当はね、海に住んでる魚なのに淡水でいたなみたいな、うん、同じ魚なんだけど、うんうん、で海に出てみたらやっぱ海いいじゃんみたいな、広いしみたいな、すごいわかりやすい例え。ソロはソロですごい楽しいんですけど、はい、なんかバンドやっぱやりたいなって、まあ、ここ数年で思うようになって、はい、そしたらやっぱ何ていうんですかね、そういう、まあ、バンドやってる僕を楽しみにしてくれるお客さんもいたりとか、ね、もしかその仲間でも、はい、そのマッチバンドやるんだったら協力するよって言ってくれる仲間がいたりとかして、うん、へえ素敵、すごく充実してますね。うん、そうですね、ソロもやって、うん、バンドもやってみたいな、すごく贅沢なことをやってるなと。うん、やっぱ私も解散してからソロでやって、うん、でやっぱ今はそのバンドでやってるんですけど、バンド形式でなんかやっぱりそれぞれの良さがあるし、それぞれの難しさもあるし、うん、それぞれの面白さもありますよね。そうですね、やっぱ全然違いますよね、うん、違いますね、うん、なんかやっぱり一人でやった時のそのメンバーのありがたみが、うん、半端ないし、で逆にその、うん、ずっとバンドでやってると、うん、その一人でやった時のなんですかね、まあ、緊張感とか、もしくはそのあこんなに自分のペースでやれるんだっていう自由さだとかもありますね、うんうんうん、だから、うん、その特に歌を歌う人なんかは
その2つの活動をするのが面白いんじゃないかなと思っていますけどね。いやでもすごい、なるほど。じゃあ両方これからも並行して活動していくということで、はい、これからも楽しみですね。はい、何か音源が発売になってるのは、ね、まあバンドに関しては、はい、2つバンドやってて、はい、その最初に、まあ、モークスっていうバンドと、はい、あとワールドジャンクっていうバンドやっておりまして、はい、まあ2つとも2バンドとも最近新しく CD を出したんで。おー、すごい、お忙しいですね。じゃあそのバンドによって曲を書き分けてるんで、まあそれがわりかしハードなんですけど、まあやりがいがあるなと。あ、これはソロの曲、これはモークスの曲、これはワールドジャンクの曲みたいな感じで。いやでもそれは楽しいけど、やっぱすごい大変ですよね。そうですね、引き出しも多くないとできないだろうし。なるほど。でアルバムを発売されてるんですか？アルバム、あ、ですね、はい、アルバムというかデモ CD ですね。デモ CD、 一応2曲入りとか3曲入りとかの CD を。それはライブ会場で。そうですね、ライブ会場と、あと、はい、モークスに関しては、インターネットでもダウンロード販売をしてますね。それのサイト名が何だっけ？マジックスっていう MAJIX っていうサイトがあるんですけども、はい、そこの中に、モークスっていうコーナーがあるんで、はい、そこでダウンロードできますんで。なるほど。じゃあ気になった方はぜひチェックして見てダウンロードしていただければと思います。画面の今この辺に出てる感じですか？出てる。サイトの名前は出ないんだけど、はい、ジャケットが小窓で、はい、出ます。何回か出してました。この辺ですか？あ、そこ松田くんのそれがやりたい。横にこれ逆側です。こっちか、そっちか、はい、そこに今出てます。見てもらったら、そこで見てもらったら、あのね、今まだ出てない、遅れてくるんですよこれ。はい、じゃあ後ほど見れるということで、はい、はい、あ、出て、ほらこれこれ出ました。素敵素敵、はい、はい、それではですね、メインのコーナーの方に行きたいと思います。はいはい、まずはコーナーの説明をさせてください。音楽がタダでいくらでも聴ける時代でも、だからといって音楽の価値がタダになったわけではありません。もう一度音楽に込められた価値を見出すための試みです。ゲストの方に特別な人に送る特別な音楽を選んでいただきます。定番10の質問に答えてもらいながら、その特別な曲に込められたストーリーを紐解きましょう。このドラマをみんなで共有し、ゲストミュージシャンに演奏してもらいます。物語を一緒に体験する、そんな試みです。どうか視聴者の皆さんも感じたことをコメントしていただいて、一緒に物語の立ち会い人になってください。スペシャルミュージックギフトというコーナーなんですが、では早速質問させていただいてよろしいですか？はい、あなたにとって特別な人は誰ですか？特別な人、非常に難しい質問なんですが、はい、まあやっぱり友達だとか仲間だとか、はい、そういう人ですかね。はい、はい、その人は世の中ではどのような存在ですか？どのような存在、世の中ではちょっと難しいですね。どのような存在だろうな。いろいろですもんね。ちょっとなんとも、まあ、はい、いろんなことをやってるんじゃないかな。なるほど。その人はあなたにどんな影響を与えましたか？やっぱり自分が音楽を続けていく上でのやっぱ原動力になってるっていうか、はあ、まあ、原点になってるっていう感じですかね。はい、その人からもらった最も印象的な言葉は何ですか？印象的な言葉、なんかこういい言葉をここで言えたらいいんですけど、はい、すげえなんかこう、まあ、僕その、まあ、バンドを始めたばかりの時に、はい、友達になったやつらのことを今思い出してるんですけど、はい、すごい、まあ、いい言葉じゃなくて単純にすごい印象に残ってるのは、はい、その僕、まあ、マンチョって呼ばれてたんですけど、はい、マンチョ、男と女って、はい、友情あると思うって聞かれて、いやそれはなんかあるんじゃないのって聞いたら、あるわけねえだろバカって言われて。なるほどね。それがすごく印象に残った。印象的ですね、確かに。あるわけねえだろバカって言われたのが。あ、言い切りますね。なるほど。そしてその人にあなたがしてあげたこと、もしくはしてあげられなかったことは何ですか？なんすかね、やっぱその
まあ数人いるんですけど、はい、まあ今でも音楽続けてるやつもいれば、はい、まあ、辞めちゃってるやつもいて、はい、まあすごい、なんていうんですかね、もっと会っときゃよかったなと思いますね。もっと会いたかったなと。会いたかった、うん、ちょっと疎遠になっちゃった時期があったんで、まあ、そういうのもありますよね。ではその人に送る曲はどんな曲ですか？送る曲ですか。まあ特にその強いメッセージが送りたいっていうよりかは、まあ、どっかで生きていてくれよっていう、生きていりゃまたいつか、会えるし、分かり合える日が来るしっていう、なるほど。あなたにとってその曲はどんな意味を持つ曲ですか？やっぱその自分にとって、まあ、その頃の友達だとか、はい、まあ、当時やってたバンドのメンバーとかでもいいんですけど、はい、まあ、ずっと俺の中では、はい、特別なやつだよ、特別な存在だよってことをやっぱりその歌を通して、なるほど、ずっと伝えたいというか、伝えたい、なるほど。そしてあなたが思うその曲の最も魅力的な箇所はどこだと思いますか？魅力的な箇所、はい、なんだろうな、結構そのなんていうんですかね、暗いところは暗いままに歌ってるところですかね、なんかあまり綺麗にしなくて、すごくなんていうんですかね、リアルって言ったらあれなんですけど、その時思ったことを素直に書けたっていうか、なるほど、はい。聞いてもらう時にどのような景色をイメージしてほしいですか？歌詞、まあその歌の歌詞の中に、はい、公園のベンチでみんな寝そべって、はい、コートを毛布代わりにして眠ったっていう、はい、まあ、描写があるんですけど、はい、まあ、それ実際にあったことで、はい、結構まあ夜な夜な当時友達ともう井の頭公園で夜更かしして遊ぶことが多かったんですよね。だからその井の頭公園を知っている人は、なんか井の頭公園のなんか橋があるじゃないですか、七井橋っていうんですけど、はい、七井橋を渡ったところにある、はい、こう売店ボート乗り場の、はい、左側ですね。そうですね、売店あたりの風景を思い浮かべてくれたら、はい、すごい具体的なんですけど、ここまで具体的に言ってくれた人初めてかもしれない。よし、じゃあ私はそこを思い浮かべて聞きます。そこを思い浮かべて聞く、はい、この曲を、あ、この曲はね、いろいろとやっぱ吉祥寺のいろんなあのシチュエーションを歌ってるんですよ。例えばその、まあ、サンロードだったりとか、はいはい、あとはそうですね、中見商店街だとか、まあその辺の風景はね、なんとなくこう、まああとハモリカ横丁か、はい、なるほど、裏通りって歌詞が出てくるんですよ、はい、見慣れた街の見慣れない裏通り、はい、そこはハモリカ横丁なんですよ、ね、なるほどね。そこもなんかね、ハモリカ横丁を思い浮かべて見てくれたらいいなと。楽しみだな。ではこれは皆さんに聞いている最後の質問がありますので、はい、はい、そちらお答えください。あなたが音楽を続ける理由は何ですか？なんすかね、これね、すごい悩むんですよ、俺もなんで続けてんだろうなってすごくやっぱり悩むんですよね、はい、でも、考えてみてもやっぱり理由ないから、あ、本当理由なんかないですよって言いたいところなんですけど、きっとでも本当は理由があるんですよね、あ、理由がないっていう言葉でごまかしたいんだけど、きっと理由はあって、やっぱりなんていうんですかね、そのものすごく極端なことを言うと、はい、世界を変えたいんだと思います。なるほど、ものすごく極論を言うと、やっぱりなんていうんですか、その自分が音楽と知り合った時って、はい、やっぱり結構その自分にとって、はい、まあ、思春期っていうか、はい、すごくやっぱり誰でも一度はその結構自分について、一番最初に自分についてすごく深く考えて、はい、そのいろいろと悩んじゃったりとかするのが思春期だと思うんですけど、はい、
その時にやっぱり自分もすごく思い詰めちゃって、はい、そんな時にやっぱ音楽院とかバンドとか、うん、そういうのに出会って、うん、結構世界を変えられたっていうか、はい、ああ、わかります、うん、そのまあ、特にその僕なんかは、うん、まあ、割とあのダメな子供だったっていうか、うん、全然もう優等生とは真逆のタイプの少年だったんで、うん、もうこのままその、うん、俺は多分みんなが本来こう進むべきであろう人生をきっと送れないだろうなと、うん、思ったんですよね、うん、でそんな時にあ、なんか音楽を通して人生ってなんかもっと大きいもんだぞと、うん、もっといろんな道があるぞってことをやっぱ教えてもらった気がして、うんうん、だから僕の中でやっぱその世界が変わったんですよね、うん、すごい真面目な話になってますけど、うん、いや、その瞬やっぱり音楽に出会った瞬間に世界が変わったから、うん、やっぱり僕はやっぱそういうことがしたいかなと、うんうん、やっぱ誰かの人生、うん、まあ、大きく言うと世界は変わるなんですけど、やっぱ誰かの人生に少しでも影響することをやっぱやりたいのかなっていうふうに思いますね、うん、はい、なるほど、ありがとうございました。すいません、なんか真面目なこと言っちゃいました、ね、いやいやいや、すごい、うん、あのすごいそうだなって思いながら聞いてました。はい、うん、世界が変わったっていうので私もそうだなって思ったし、なるほど、ね、ではこれから演奏していただく、曲は友達や仲間に送りたい曲、はい、うん、三段でこういう話した後にね、うん、こう緊張しちゃってね、俺歌詞間違えたりとかするんですパターンとして全然そういうのもいいですよ、そうそうそう、いいと思います、うん、私は、うん、はい、やっぱりそのバンド始めた頃とかのに出会った仲間とか、はい、そういう友達っていうのはやっぱ特別なものがありますよね。そうですね、だそれもやっぱりその友達に臭いようですけど、うん、自分のやっぱ価値観とか世界を変えられたんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、ありがとうございます、はい、それではその曲を演奏していただきたいと思います。はい、はい、それではお願いします。では町田さんにはこの、特別な人に送る特別な音楽と、それからもう一曲あの演奏していただくということなので楽しみにしてください。ではちょっとコメントの方を紹介したいと思います。じゃじゃん、来てるかな。はい、はい、のんのんちさん、仮面ライダーって今四輪なの？そうですよね、びっくりしちゃいますよね。はい、みつきさん、行きますワンマン。おお、中川さん、先輩秋田で待ってます。おお、すごい、後輩なのかしら。はい、では準備の方はよろしいでしょうか。はい、はい、それではお願いします。じゃあ大阪行きって曲を歌います。物語の始まりはいつも出会いかしらの衝突事故のようで、ふと怖いもの満たされ迷い込んだ見慣れた街の見慣れない裏通り、そこでは毎日が嵐のようで、たくさんの仲間たちができたのさ。そんな仲間たちとバカをやりながら描いたいつかの世界地図、それぞれの人生、それぞれの運命、火花を散らして語り合ったいくつものたわごとを、僕はずっとずっと忘れないだろう。これからの人生、この先の運命、恐れることはない、心配しないで、きっと大丈夫さ。この気持ちを忘れなければ、高校を辞めて家を飛び出して、6畳一間風呂なしに住んでいた。
誇れるものはローで買ったテレキャスター、そんなあいつは今でも歌ってるのかい。公園のベンチにみんな寝そべって子供を服代わりにして眠った。こんな退屈な世界を変えてみせるんだと、そんな夢を見ていたよ。それぞれの人生、それぞれの運命、火花を散らして重ね合った嘘や妄想を僕はずっとずっと持ってゆくだろう。これからの人生、この先の運命、恐れることはない、心配しないで、きっと大丈夫さ。この気持ちを持ち続けていれば、笑顔をしているやつなら誰とでも仲良くなれた。その裏に芽吹く嘘を知る前のこと、あの裏通りにはもう誰もいない。大人になることは別れを意味した。僕らをいつも突き動かしていたあの愚かな情熱こそが僕らの全てだったのだと気づいて、七色に光る未来はもう見えない、全ては悪い方へ叶えられた。だけど僕には大切な思い出がある。その全てを覆すほどの、それぞれの人生、それぞれの運命、火花を散らして、それぞれの約束の場所の果てへと、仲間たちは今でも走っているのだろう。これからの人生、この先の運命、恐れることは何もないだろう。心配しないで、きっと大丈夫さ。あの気持ちを思い出せれば、大阪行きの深夜バスの中で、ふと昔のことを思い出した。朝焼けの駅前のターミナルで、あの笑顔をふと思い出す。ありがとうございます。じゃあもう一曲歌わせてください。この歌も、大切な人に作った歌です。歌い忘れていた歌という歌を、歌って、今日は歌の会を終わりとしたいと思います。もしも君のその悩みが誰かのものと同じだったとしても、悲しいけれどその痛みはきっと君だけのものだ。
君が今抱えてる悲しみの一つでも僕が肩代わりできればよかった。綺麗事を並べて楽になれたのはきっと僕だけだったんだろう。だけど分かっていてほしいのさ、僕らがこの縮まらない距離に悩みも耐えている時ほど僕らは寄り添い合っていることを。情けなくてもみっともなくても恥をかいてもかっこ悪くても必死で生きている。君が好きだよ。頑張れなくても逃げてしまっても負けてしまっても立ち上がれなくても自分が生きた道を信じていてほしい。そうさ、これがこれが僕がずっと歌おうとしていた歌。人間はみんな不安なもの、そしてひどく寂しがり屋だ。だから自分が選んだ道こそが一番正しいと信じたいのさ。日々すれ違う価値観と日々ぶつかり合う人生観の中で大事なことを見失いそうな時はもういっそ全てを許してやれ。いろんなやり方で僕たちは真実に近づこうとしたけれど、だけどただ認めて欲しかっただけなんだ。こんなにも弱い自分がいることも、oh yeah! 情けなくてもみっともなくても恥をかいてもかっこ悪くても必死で生きている。君が好きだよ。頑張れなくても逃げてしまっても負けてしまっても立ち上がれなくても自分が生きる道を信じていてほしい。そうさ、これがこれが僕がずっと歌おうとしていた歌。 Oh yeah!一人ぼっちだ。君も僕も一人ぼっちだ。だから誰かの生き方を妬み下げすんだりしてはダメさ。生まれて生きてそして死んでゆく、それだけできっとものすごいことさ。意味も価値も理由も証もいらない。もっともっと自由でありたい。そして最後にもう一つだけ、君に何か言える言葉があるならば、頑張るでも愛してるでもなく、どうか君を生きていてくれ。 Oh yeah! 情けなくてもみっともなくても恥をかいてもかっこ悪くても必死で生きている。君が好きだよ。頑張れなくても逃げてしまっても負けてしまっても立ち上がれなくても自分が生きる道を信じていてほしい。そうさ、これがこれが僕がずっと歌おうとしていた歌。そうさ、これがこれが僕がずっと歌い忘れていた歌。 Oh yeah!
ました。ありがとうございました。ではもう一度こちらに戻ってきてください。いやーすごい。かっこよかったですね。素晴らしいライブでした。いやーなんか町田さんの歌ってあれですよね。すごく一言一言が全部がこうちゃんと心に入ってくるというか。おお。必ず、いや必ず引っかかる言葉とかフレーズがあって。もうなんかそれはもしかしたらその最初に言った全身全霊というかその伝える気持ちがすごいあるからなのかなと思って今すごいあと歌唱にもあると思うんですけど素晴らしいと思いました。ありがとうございました。ありがとうございますさてお客さんから来てます。翔さん町田さん聞きながら飲む酒がうまい。おお、当の本人はね下戸なんですよ、はい、あ、そうなんですか。お酒飲むとね、はい、もうやばいっすよ。イメージなんか飲みそうですけどね。なんか飲みそうなイメージを持たれるんですけど、うんうん、全くダメですごいクリーンな人間なんですよさっきもなんか薬の話をそうそう僕ね薬好きなんですけど漢方が好きなんですよそう漢方の話をしててなんか漢方飲んでらっしゃいましたもんね。やる前にそうですね漢方好きですね。私も実は漢方好きでさっきちょっとね情報交換をしたんですけども。一口に薬が好きって言うと危ないんですけど、ね、そうですね危ない人と思われてましたから、ね、思われてましたけどまあ何のことはない漢方が意外と健康に気をつけてる方なんですね、うん、いやなんかね全然健康に気をつけてないんですよ。あ、そうなんですか。なんかたまたま好きになるものが健康的だっていう。あなるほどそして、水木さんいい声だな、うん、コマショーンさん俺は火花を散らせるような生き様だろうか、うん、これ自問自答なんですね。いやねそれはね人それぞれなんですよ。人それぞれなんか、うんうん、すごいそのなんだ情熱的に生きるってやっぱり人それぞれだと思うんですよね、うん、はい。なんかうんなんか本当それこそ熱血漫画のように生きれるやつもいれば、うんうん、なんかね、うん、情熱って何なんだろうと思っちゃってねすごく悩むんですけど、うん、人それぞれのやっぱその熱ってのがあってそれはその大小じゃないんじゃないかなと、うんうん、なるほど色の違いなんじゃないかなと。なるほどそうですね。はいなんかいいこと言った風ですけどねいやいやなんかいいこと言った風のこと言ったなと思って特に何も考えてなかったんですけど今日なんか話が尽きない感じで、うん、いつまででも番組やってられそうな感じですよね。いや結構今がね俺のだからスイッチが入ってきましたねもう終わりの時間なのに僕の生活サイクル的にやっぱ11時15分ぐらいからスイッチが入ってきました。夜型なんですか。結構その創作って深夜はかどるじゃないですか。はかどりますね。異常にやその、うん、通常の人だったら多分まあ、まさに牛蜜時っていうかそれぐらいの時にピークを迎えることが多いんですけど、はいはい、僕結構早起きなんで、うん、早起きだとね大体これぐらいの時間にその牛蜜時を心の牛蜜時を迎えるっていう心の牛蜜時いい言葉だなスイッチ入っちゃうんですよ。まあなるほど押さえときますが、はい。ではですね町田さんのライブを生で見たいと思った方はぜひライブ会場に足を運んでいただきたいと思います。ぜひとも来てください。はい、ではもう一度、ライブの告知を、はい、じゃあ1月と2月と1月22日に、はい横浜 FAD でまあ明後日なんですけど、はいバンジージャンプフェスティバルの曲だけをやるワンマンをやります、うん、はい。それ と,、またもう一つワンマンがあって、2月の27日に、西荻窪のアートリオンっていう、まあ、割とちっちゃい、はいライブバーがあるんですけども、はい、すごくいいところで、はいそこで遠藤直樹くんっていう、まあ、僕 の, そのサポートやってくれてる面白い男の子がいて、はい、その子と二人で、まあ、その子ピアノ弾いたりとかギター弾いたり、はいパーカッションやったりベース弾いたりすごいです、ね、バイオリンやったりサックスやったりすごいですねハープやったり何でもできる何でも嫌なんですよ。もう本当天才的な子で二人で直高&直樹っていう、うんうん、なおなおつながりでそういう、ね、まあユニットじゃないんですけど、はい、その2人でワンマンライブをやりますんで、はいはい、ぜひとも見に来てください、はい、そちらはチケット予約とかはホームページ で, んですか。そうですねホームページでできます、はい、ではそちらのホームページから予約の方よろしくお願いしますということで、終わりの時間になってしまいましたが、はい、今日は本当に楽しい時をありがとうございました。まずこちらこそありがとうございました、はい。で私 の, そのライブの告知をさせてくださいというかライブは今お休み実はしてるんですけれども1月24日の土曜日にですね、銀座のガランバーで、私が月一ママをやってるんですけれどもそちらに立ってですねちょっと数曲歌う予定でいますので、ぜひガランバーの方に遊びに来てください、そんな感じでございます。では来週のゲスト
ターシオサイダーというバンドです。はい、はい、ぜひ来週も楽しみにしていてください。ということで本日のゲストは町田直孝さんでした。どうもありがとうございました。また来週。